ティーボーン競争曲は、ヨハンデ・メイが作曲したトロンボーン競争曲。トロンボーン独奏と吹奏楽のための競争曲として作曲された。ケンタッキー音楽教育者協会からの移植で、1995年8月から1996年1月にかけて作曲された。曲名は、トロンボーンとティーボーンステーキをかけており、さらに3つの楽章にそれぞれ、レア。 ミディアム、ウェルダンというステーキの焼き方がタイトルとして付けられている。単なる言葉遊びであり、曲自体はステーキとは関係はない。吹奏楽伴奏の中でフルート、オーボエ、クラリネット、ホルン、バスウーン角2とイングリッシュホルン、コントラバス角1による室内楽が主題を提示するなど全曲にわたって重要な役割を果たす。 演奏時間は約25分。楽譜は後に書かれたブラスバンド伴奏版相版トピアノ版相版とともにデメーが設立したオランダの出版社アムステルミュージックから出版されている。第一楽章のみ1996年2月にケンタッキー州ルイビルで開催された組屋の年次大会でジェフリー・トーマスの独創により初演された。 全曲の初演は、同年3月1日に、オランダ・アムステルダムのコンセルトヘボーで、ジャック・モージェの独奏、モーリス・ハメルスの式、オランダ王立海軍軍楽隊の演奏により、行われた。日本初演は、1997年9月23日に、大阪市北区のフェスティバルホールで、五神一の独奏、ハイイイツ・フリー戦の式、近畿大学吹奏楽部の演奏により行われた。 レアミリアムウェルダン、ありがとうございます。